令和3年2月22日、今年度皇室行事、新嘗祭に献上された献穀米と同じ阿蘇コシヒカリが医療従事者に贈られました。これはコロナ禍で感染者の治療などに当たっている医療従事者に感謝と慰労の思いを込めて、阿蘇市献穀事業推進協議会が贈ったものです。贈呈式は阿蘇医療センターの玄関で行われ、阿蘇市建国事業推進協議会長の佐藤義幸阿蘇市長と副会長の原山虎を JA 阿蘇組合長が、阿蘇医療センターの甲斐豊院長らに建国米と同じ阿蘇コシヒカリを贈りました。この建国米は阿蘇市山田の建国殿で栽培されたもので、昨年11月に皇居で執り行われた新嘗祭に献上された阿蘇コシヒカリと同じ米で、3号を袋詰めにして阿蘇医療センターに勤務する医師や看護師などの従業員250人に贈られました。今日本中でものすごい大変な状況になっていると思うんですけど、やっぱり1年間コロナの患者さんを受け入れ続けて、職員たちがだいぶ気持ち的に落ち込んでいるようなところが見えてきました。そういった中にこういうご支援の気持ちをいただけると本当にありがたいですし、そういうのが後押しになって、これからも頑張ろうという気持ちになっていくんじゃないかなと思いますので、本当にありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。